はい、ということで、こんにちは。こんにちは、くにです。ということで、七夕特艦フェスっていうガチャが来てるらしいんで、やっていこうと思います。なんか、聞いた方がいいみたいな話聞いたんでね、やっていきます。で、この、一番最初に映ってる、こいつ、この間出ちゃったんだよね。うん。で、こいつらも多分持ってるんだよね。あんま覚えてないけど、確か持ってる。これ持ってないんで、まあ欲しいっすね。まあ、同じキャラ出ても突上げになるんで、一応石が250個あるんで、まあ、マックスね、50連、引けるということでね。ドッカンの運僕ね、非常に良すぎるんでね。え、多分やばいよね。ドッカンのガシャ動画、だいたい、目玉キャラ出てるんで、そんなね、神に愛されしね、ドッカン愛をね、持ってるんでね、僕。まあ、やっていこうと思いますわ。はい。いきます。あ、これ、30連引いたら、ただで引けるやつじゃないんだね。とりあえず、あ、待ってね。LR まで、ドッカン覚醒可能なキャラクターが、1、2、3、4、あ、5体いんだね。了解。行きましょう。まあ、極ベジ、ブルーの極ベジが一番欲しいかも。あれ?これいいんじゃない?チャオズとクリリンって地球人タグ。あまたいきなり、え、こんなもんなんですか?ドッカンのガシャってこんなちょろいんすか?またよこせ来たんだけど、この間の動画でも来たよね。ドッカンちょれえなぁ、マジで。ドッカンちょろい説、あると思います。本当にやばいよね、この間から。で、この演出って何が確定なんですか?知らないんですけど。ピックアップ確定とかなのかな?ん?あれ?あ、限定?限定か。限定キャラか。これでも、だいぶ昔のキャラだよね、絶対。多分、外れ、なのかな。あ、でもなんか、覚醒できるのかな、こいつ。あ、ウィスだ。これ赤いやつじゃないね。赤いウィスだったらなんか強いっぽいんだけど。いやー、マジか。ちょ、50連しかないんで、頼んますぜ。いや、おい、待って待って、これやばい、これ、またよこせ!またよこせ、パトカーやばいわ。パトカーやばいんで。え、よこせしか来ない。よこせ演出しか来ないんだが。え、こんな簡単なんこのゲームって。さあ、ドッカンフェス確定か。まあ、さっきのやつはやめてほしいな。昔のポケモンはやめてほしい。うお、邪念場。長っ。こんなん持ってないよ、俺。これかっく、ああ、お前限定なのかなんか弱そうだな。え、多分よ、え、どうなんだろうこれって、あれなのかなパイクーハンと一緒に来た邪念場なのかなちょ、わかんねえわ。そうだったら、割と新しめだわ。なんかイラスト見たことないんで、新しいのかもしれない。いや、演出やべえな。横瀬演出、多分熱い方ですよね。てか、地球人来すぎ問題ね。この間のガシャ動画も、え?また来たわ、ドッカンフェス限定。地球人演出からね、来たんでね。お、シャンパかなこれ。はい。持ってねえわ、これ。ということで、フェス限2体か。まあ、いいんじゃない?これ持ってんのかな、俺。なんか持ってるね、多分、かける1ってなってるから、多分持ってるね。で、これは?持ってないね。あ、でもなんか、このイラスト見たことあるから、あ、見たことあるわ。これ多分、昔のポケモンだ。じゃ、ダメっすね。昔のポケモン捕まえちゃったわ。うわ、ベジータしか来ねえ。ま、さすがにか。お、え、マジ?え、どんだけベジットくんねーんどんだけベジットくんねーん演出くんねーんちょ、やばいやばいやばい。3連続、ポタラしたんだけど、こんな簡単なゲームあります?しかもなんか、虹色だったしね。玉虫みたいな色してたよね。引っ張れが。お、ヘルファイターかっこいいな、めちゃくちゃ。あ、違うわ、これは、あ、ヘルファイターってごめん。ヘルファイ、え、これやばいんじゃない?これやばいんじゃない?いやあ、身勝手持ってるけど、まあまあまあいいでしょう。強いよね、これ確か。復活するやつよね。LR 来ました。そう、3連続、合体演出入りましたけど、史上初じゃない、これ。うわぁ、悟空も映ってる。マベジ。で、一番裏 SSR ですよね。一番最後が、なんだこれ。あー、ピッコロブーね。あ、まだいたわ。5点ね。
はい。いや、これ引きとしてはめちゃくちゃいいんじゃない ?30 連で今のところ、限定3体の LR1 体でしょう。すごいいいんじゃない?これ何体持ってるんだっけ俺。あ、1体しか持ってない。じゃあまあまあまあ。突上げれるんでしょこれで。行きましょう。え、また買ってきちゃうもしかして。うわ、やむちゃ、なんかいっぱい来たな。邪魔だな。いや、さすがにか。え?虹?あー、さすがにか。ほっ。どんだけポタラくんねんって言おうと思ったけど、さすがにだったけど、でも虹なんで、割と、いいんじゃないですか、これ。はい。悪くなさそうな、そんな匂いがしてますけど、プンプン。そろそろ。はい、待って、画面ロックが切れた、やばい。ここで画面録画が切れてるんで、もう確定演出でしょ、これ。絶対いいの来る。あ、ビルスだった、まだ。いや、絶対いいの来ると思います、これ。このタイミングでだって画面録画切れることあります？ガシャ中に。あれ、待って。いやー、これって、あ、これも割と新しめじゃない？え、違う？え、このフリーザって、最近のフリーザじゃないの？あれだよね。悟空とベジータ、ブルー悟空、ブルーベジータの、あれと一緒に来たやつじゃない？これ。違う？あ、そうだよね。多分、あ、そうだそうだそうだ。あ、じゃあ、あ、全然いいんじゃない？これ当たりじゃない？オッケー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 。いい引き見せていきましたね、これ。多分いい引きだと思います。マジか。今のところ外れなしなんだけど。さあ、一か八か。今のところやばそう。え、本当にドッカンの運が果てしなくやばいんだけど。じゃ、とりあえずこの50連で終わろうかな。来ていいしね。さあ、ラストいいの。おぉ、ブーめっちゃ出てくんな。ちょっと待って、これもだいぶ最近のやつじゃない？違う？え、違う？これ最近のポケモンですよね、確か。え、違う？いや、違うのかな？違うかもしれない。違うな、多分。ガーリックジュニアの時のご飯じゃないな、多分。いや、どうなんだ、こいつ。ちょ、これ、ポケモンに詳しい方教えてください。最近のポケモンかどうか。うわ、どうだっけ、こいつ。覚えてねえわ。はい。というね。ランク上げしかやってないんで全然わかんないんですけど、終わります。まあ、多分引きめっちゃいいと思いますね、これ。皆さんも七夕ドッカンフェスを引いてみてはいかがでしょうか？次回の動画でお会いいたしましょう。